それでは最後のコーナー行きましょう。いつか女性で発がゼロになる世の中を目指してテックネオ、今日担当するのはこの人です。はい、女性の味方の清水明夫です。今日はですね、はい、何を隠そうですね、昨日ですけれども、8月の4日です。8月の4日は私、ごめんなさい、違いますね、明日です、はい、明日8月の6日は私が尊敬します、女性コメディアンルシール・ボールの誕生日です、うん、でちょっとルシール・ボール誰っていうと、ちょっとこの写真があるんですけども、はい、こちらの、向かって右側の方ですね、チェックのシャツ着てる方、はい、ルシール・ボールさん、うん、で、まあ、これはジャクソンタウンというのがニューヨークにありまして、そこでルシール・ボール第30周年記念ルシール・ボールフェスティバルが行われていると。すごい、彼女の冠、はい、今週でですね、はい、で明日のルシール・ボールの誕生日までということになります。2021年にニコル・キットマン主演で、まあ、ビーング・リカードズという、はい、日本語タイトルで愛される夫婦の秘密ですね、はい、という映画もありましたので、皆さんルシール・ボールご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、もうテレビの初期の時代に1950年代60年代に大活躍した女性のコメディアンで、まあ、テレビシチュエーションコメディアンですね、はい、で自分でスタジオ、テレビプロダクションのスタジオを持った方ということですね。久米宏さんとかよりはずっと前に持った、まあ、女性ではテレビでは初めてとアメリカでね、はい、いうことなんですね、非常にこうタレントとしても役者さんとしても優れた方なんですけど、ビジネスでも非常に優れていて、まあ、その時ご主人だった方と一緒にプロダクションを作るんですけども、はい、離婚した後ご主人の持ち分を買い上げて自分でものにして、テレビバージョンのミッションインパッシブル、ピーター・グレーブスのやつですね、それとかスタートレックですよ、ウィリアム・シャットナー、この辺のところをプロデュースしたスタジオを作ったと、はい、いう方で、まあ、非常にこう尊敬するんですけどね。ルシール・ボール、ルシール・ボールさん、知らなかったです私は、はい、まあテレビ業界にいたらですね、うん、まあ、これ知っておいた方がいいかもですね。ルシール・ボールさんがいたのでキャロル・バネットがいて、うん、まあ、それが山田邦子につながってみたいな感じになってくれるかもしれないですけど、そうですよ、はい、うん、まあ、これはテレビっていうのは結構そういう意味では新しいメディアだった。1950年60年ですね。そうですね、こういうメディアでいうと、もう無声の頃にリリアン・ギッシュさんという、ね、女優の方がいらっしゃって、この方はチャーリー・チャップリンとユナイテッド・アーティストを作ったスタジオですね、ということで、まあ、結構この、ね、業界では女性の方がね、結構エグゼクティブであったという時代も、ね、うん、なくはないんですけれども、うん、大概の方はなんか役者さん上がりで、はい、ちょっと橋田壽賀子さんみたいな方はあんまりいらっしゃらない、あ、脚本に行く方はと、ね、いうことですかもしれませんけども、はいはい、ルシル・ボーさん、はい、明日誕生日ということになります。そう、どうぞ頼みますね。 Nice in your world、 Have a good weekend、 See you Monday、 おやすみなさい。